イメラジオ第3174回、今日は令和3年9月2日木曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、今日は雨の木曜日となりました。昨日から暦が長月となり、9月ですね。それと合わせるかのように気温がぐっと下がってきました。もう秋のたたずまいです。今日の雨でもっと気温が下がってしまうでしょうね。さて、暑かった8月も終わり、9月、リスナーの皆さん、どんな計画立ててらっしゃるでしょうか。さて、3174回目の夢ラジオ、今回はライプニッツのモナドロジー、モナドロンですね、こうしましょうか。ライプニッツのモナドロン、これについてお話しいたします。モナドロジーについては、この夢ラジオですでに一回著作、ライプニッツの著書として取り上げていますが、今回はそのモナドロンに絞ってお話しいたしますね。さて、ライプニッツのモナドロンなんですが、この世の最小単位があるんだ、それはモナドなんだ、こういうことですね。この世の最小単位はモナドなんだ。ライプニッツは17世紀から18世紀を生きたお方ですが、ここから100年ぐらい後にドイツのカントがアンチノミーという4つを挙げて、このうちの一つ、アンチノミーの一つとして、この世の中はそれ以上分割できない最小単位に分けることができる、できない、この矛盾は解消できないというふうに言ったわけですね、カントは。当然そのカントの心にはライプニッツという先輩の姿あったことでしょう。ライプニッツはこの世の最小単位はモナドですよっていうふうに言ってるわけです。後に20世紀に入り、量子力学が発達し、そこではさまざまな小さな単位がサイエンスに導入されることになりましたが、それら量子力学の発展、その結果最小単位がどんどん小さくなっていくというこのことと、今回お話しているライプニッツのモナド論とはやっぱ直接関係がないわけですね。ライプニッツのモナドというのはその最小単位であり、部分をもうそれ以上持たない、部分をそれ以上持たない最小単位ということは、物理的なお話をライプニッツはしておらず、形式上の話なんですね。哲学の話といいましょうか。そういうモナドを想定しようという、こういうことなんですよ。ですから実際に物理の観測でもっと小さいもの、もっと小さいものというふうに単位が細かくなっていったとしても、それとこのライプニッツのモナドとは直接関係がないそうなんですね。で、このモナドというのは延長は持ちません。物理の話ではないので延長しないが、性質は持つわけですね。これもライプニッツのモナドについてしっかり確定しておきましょう。属性はあるんですよ。つまりモナドがあると言い切っちゃうわけだから性質はあるんですが、
けれど、広がりを持たない、延長を持たないというのがライプニッツのモナドとなりますね。そしてこのモナドがいろいろ合わさってこの世の、万物を作り上げているという、こういう発想なんですよ。そしてこのモナドによっていろいろ作り上げられている複合体ですよね。その複合体というのが、私たちが見るさまざまな物理的なオブジェクトなんですよ。もちろんその中には私たち人間、サブジェクトも含まれるわけですね。で、そのサブジェクトであれオブジェクトであれ、要するにそれはモナドからずっとできていますよと。そしてそのモナドがどうして統一した、ね、モナドがどうして統一した、例えば鈴木くんとか、例えば観覧車とか、例えば丹沢とか、そういうものをどうして統一してモナドという最小単位が複合できるのかというと、それはライプニッツのよく知られた言葉ですけど、予定調和、もともとそういうものを作れるように調和されてるんだ、モナドはね。ですから非常に神を意識したそういう哲学でもあるんです。これはライプニッツの同時代人であるスピノザ、バールフ・スピノザ、彼の反神論とも通ずるところですね。要するに神が普遍的に広がっていますよ。ところがスピノザと違ってライプニッツはその広がる単位を決定したってことね。その広がる単位がモナドですよっていうふうに。ですからモナドが神の予定調和に向けて足し合わさっていき、そして何て言いましょうか、さっきの鈴木くんであったり観覧車であったり丹沢であったりランドマークタワーであったりを作ってるわけですね。だからもしこの予定調和という考え方をライプニッツのモナド論に入れ込まないと、モナドが最小単位であるのはいいとしても、それがどうして統一体を作れるんですかという、複合体を作れるんですかということを、説明できなくなるわけですね。だからその意味において、スピノザもそうで、今回の主人公ライプニッツもそうですが、敬虔なキリスト者、神を想定した哲学を作り上げているわけですね。後に21世紀、今ですけどになって、オブジェクト存在論というのが唱えられるようになり、そのオブジェクト存在論からこのライプニッツのモナド論が再び取り上げられるようになりました。ところがどういう取り上げられ方かというと、ライプニッツが主張したモナドですよね。そしてそのモナドによって複合体が出来上がる、そしてその複合体は統一されているという、このライプニッツ理論に対して、21世紀のオブジェクト存在論はというと、そのモナド、一番小さい単位、これも実在するオブジェクト、これはライプニッツもそう言ってますよね。モナドも実在するオブジェクト、そしてその結果統一される複合体、さっきのランドマークタワーとかなんとかかんとか、これも実在するオブジェクト、こういう形でライプニッツのモナド論が捉え直されるようになりました。そしてライプニッツのモナド論によると、その最小単位であるモナドこそが、これは普遍なわけで、そして予定調和もするわけですから、
これこそがなんか価値があるもので、その結果作り上げられる複合体は統一されているとはいえ、これは移り変わっていくわけですね。生きる、死ぬ、そして生成変化の影響を受けるわけです、統一体は。けれど、モナドはそれの一番最小単位だから、もう影響を受けない。ですから、まるでこのモナドっていうのが優位に立っている。そういうふうな雰囲気が出てくるわけですね。ライプニッツのモナド論においては。移り変わっていくものの向こうにモナドを見ようよってやつです。ところがさっきお話した21世紀の存在論によると、いやと。確かにこの複合体、モナドによって出来上がった複合体は生成変化するだろう。死ぬことも壊れることもあるだろう。けれどそれだって実在するオブジェクトであり、それが普遍の永久のモナドよりも価値が低いなんてことはない。そもそも価値の優劣なんかつけない。それが21世紀の哲学なわけですね。ライプニッツのモナド論、実はスピノザと同様に今の目から見ればなんてことない理論ではあっても、この最小単位を決定するということ、そしてそこに神の予定調和があるというふうに主張すること、これはですね、非常に何て言いましょうか、それ以前のキリスト教の考え方と考え方からすると、驚くべき内容ではあり、だからこそスピノザと同様ライプニッツも自分が生きている間はほとんど発表せず、このモナドロジーにしたところで、ライプニッツが亡くなってからやっと刊行された。ライプニッツの今私たちが著作集、これは日本語も訳ありますよ、で見るそのライプニッツの言説、もうほとんどのものは実はライプニッツの死後に出された。それだけインパクトが当時の社会ではあった、そういう理論でした。ですからライプニッツが生きていた当時、彼は数学者とか、実は微分積分の発見、この微積分の発見でライプニッツはニュートンと共に科学史にその名を残します。今私たちが使っているインテグラル記号、あれはライプニッツの表記法ですよね。積分ですよ。あるいは実は外交官として活躍、パリに長いこといて、そしてパリの時代にはホイヘンスという人とも数学者であり物理学者交友があったとか、はたまたハノーファー、ドイツの北の町ハノーファーを拠点に活躍することになっても、ベルリンでの科学アカデミー、これの設立やってくんないかと声がかかったりと、こういう形でライプニッツは有名であった。つまり今私たちがライプニッツ哲学者というふうに考えるのは、むしろ後の話、後世の話なんですね。夢ラジオ第3174回目、今回はライプニッツのモナド論をお話ししました。木曜日の午後です。